F-35B 戦闘機艦載に向け、護衛艦出雲、加賀の改修が急ピッチで進んでいます。加賀の艦首は四角へと変化しているますし、着艦誘導装置もレイセオンとの契約が完了しています。今回は、そんな護衛艦空母 F-35B 戦闘機の運用について詳しく見ていきますね。ストーブル機がもたらす日本の防衛に中国は密かに恐れています。2022年12月16日、日本の岸田内閣は安全保障関連の3文書と称される国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画を改定して閣議にて決定。2023年度分の防衛予算案から大幅な増加を推進する方向へと舵を切った。これらの3文書は、これまでは国家防衛戦略が防衛計画の対抗、防衛力整備計画が中期防衛力整備計画と呼称されていたもので、今回は名称の変更と内容の改定が同時に行われた形であったということができるだろう。こうした3文書に基づき、日本の防衛予算は具体的な使途が定められていくが、今回の改定によって2023年度から2027年度までの5年間のその累計額は43兆円を超え、最終年度には対 GDP 比でも 2% に達する見込みとなった。これは従来の日本の政権が防衛予算は対 GDP 比 1% とするという従来の目安、不分率として堅持してきた枠を取り除くもので、冷戦時代より連綿と続いてきた流れを転換する時期となったことを示している。そして増額される防衛予算において傾注されている分野といえば、敵の対空ミサイルの射程距離外からの攻撃を可能とするスタンドオフミサイルに代表されるものが筆頭にあり、反撃能力という用語とともに注視されている。これらはアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの一括調達や、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾などの装備が該当しているが、こうした兵装以外にも先を見据えた新たな兵器の導入が進められている。そうしたものの代表格とも言えそうなのが、ヘリコプター搭載護衛艦の出雲型の出雲と加賀の2隻の航空母艦化改修と、その艦載機としても運用可能とするための F-35 ライトニング 2B 型の調達だと思える。ヘリコプター搭載護衛艦の出雲型は、現在の海上自衛隊が保有・運用中の艦艇の中で最大の規模を誇り、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、最大幅が 38.0 メートルの艦隊を持つ。もともと、出雲型は前級にあたるヒューガ型と同様に、全通式の飛行甲板を備えた艦艇として、建造時から見た目的には航空母艦しかとした形状をしていたが、これを実際に固定翼機を運用可能とするための改修工事が進められている。大まかな内容は、それまで回転翼機の運用を行うために使用されていた出雲型の全通式の飛行甲板に対し、固定翼の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型のエンジンからの排熱に耐えられるように強化を施すことが行われている。これは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型が、その特性である短距離離陸、垂直着陸を行うにあたり、エンジンノズルの向きを下方に向けて、それを行う必要があることから、その排熱に耐えうる強度を持たせるものだ。そして、さらには、もともとは、上から見た場合に、台形型をしていた、艦首部分の飛行甲板に対し、その角部分を拡幅して四角形とする工事があり、これは
飛行甲板自体の面積を少しでも増加させて、駐機スペースを確保する狙いがある。この艦首部分が四角形の形状というのは、アメリカ海軍の強襲揚陸艦等に多く見られる形式であり、それらも固定翼の艦載機としては、F-35 ライトニング 2B 型の導入を進めているため、その運用に倣ったものとも言えるだろう。イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦のように、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇の中には、飛行甲板の先端にスキージャンプ方式を採用しているものもあるが、出雲、型には、そうした対応は見送られた。これは、出雲、型は、船首部分の下部に重量のあるソーナーを内蔵していることから、スキージャンプ式まで追加を行うと、艦としての重量バランスが損なわれる恐れがあることと、対潜哨戒能力を減することは、得策ではないためだと揉めされている。F-35 ライトニング 2B 型の効率的な運用という観点からだけ見れば、スキージャンプ方式を採用することで、出撃時に同機が搭載可能な燃料や兵装の量を多くすることができ、その行動範囲や攻撃力を高めることは、言うまでもない。しかし、海上自衛隊としては、仮に、出雲、型護衛艦の航空母艦化改修が終了したとしても、常時、そうした運用を行うわけではないと、現時点では表明しており、対潜哨戒任務を担う、回転翼機の運用も並行して行う方針を打ち出している。出雲、型護衛艦の航空母艦化改修について、2023年度の防衛予算案では、52億円が投じられる予定となっており、これは、概算時には36億円であったため、およそ 1.4 倍以上に増額された形となったと考えていいのだろう。現状では出雲、型護衛艦の航空母艦化改修は、1番艦の出雲、が、2026年度中、2番艦の加賀、が、2027年度中になるものと見込まれており、また、工事の完了後には、アメリカ本土に直接出向いての F-35 ライトニング 2B 型運用の認証を得る必要がある。これは、前述したイギリス海軍のクイーン・エリザベスやイタリア海軍のカブーレも、その認証を受けており、F-35 ライトニング 2B 型という特殊な戦闘機を安全に運用する上で必須となっている決め事である。ちなみに、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦は、基準排水量で4万5000トンを超える中型の航空母艦であるため、平時で F-35 ライトニング 2B 型を含む艦載機を40機、戦時であれば70機は搭載可能とめされている。ただし、クイーン・エリザベス級航空母艦ほどの大きさの中型空母であっても、艦内への艦載機の収容数は20機プラスアルファとも言われており、数値と見た目の規模よりも収納可能な機体数は、それほど多くはない印象も受ける。ちなみに、イタリア海軍のカブールは、基準排水量が 22,130 トン、満載排水量が 27,100 トン、全長が 236.5 メートル、最大幅が 39.0 メートルと出雲、型護衛艦の数値と近似値であるが、F-35 ライトニング 2B 型を、12機とその他8機を艦載可能とされている。出雲、型護衛艦は、今のところ、艦内に収容可能な F-35 ライトニング 2B 型の数は10機前後と見られているが、この数値は、イタリア海軍のカブールを考慮すれば、かなり妥当な数字ではないかと、個人的には感じられる。そもそも、本国のアメリカを除けば、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の導入を決定している国は、イギリス、イタリア、日本、
シンガポールのわずか4カ国しかなく、したがって運用例も非常に貴重である。今のところ、シンガポールは F-35 ライトニング 2B 型を搭載可能な艦艇は有していないが、潤沢な軍事予算から今後小型ではあるが、対応可能な艦艇を装備する可能性もあり、一部ではその動向に注目が集まっている状況である。イタリアのカブールの場合は、艦艇も艦載機たる F-35 ライトニング 2B 型も海軍の所属であるが、イギリスのクイーンエリザベス級航空母艦の場合、艦艇は海軍、艦載機は空軍の所属であり、組織形態も入り組んでいる。アメリカの強襲揚陸艦の場合も、艦艇は海軍、艦載機は海兵隊の所属であり、日本では、艦艇は海上自衛隊、艦載機は航空自衛隊となるが、F-35 ライトニング 2B 型の運用としては、イタリア以外は別組機というのがデフォルトとも言えよう。ただし、日本の場合は、出雲、片護衛艦に離着陸が可能な輸送機の中で、最大の規模を誇る V-22 オスプレイは、陸上自衛隊のみが保有しており、それを考慮すれば、陸海空3自衛隊すべてが連携する必要があり、その実現を危ぶむ声も少なからず聞こえている。